はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編、では第25章ですね、ちょっとやっていきたいところなんですけれども、前回ですね、フェリシアちゃんと結婚して、まあ子供が生まれました。で、なんか子供の外伝がちょっとあるので、今日はそっちをやっていこうかなと思います。で、あとちょっと、レベルが上がってですね、まあ上級職レベル15になると、まあスキルはそれで一旦終わりみたいなので、まあ15になった人たちを少し転職させました。まあミカミックスはグレートナイトですね。で、あとは龍馬が、兵法者になって、またちょっとスキルを覚えていこうというところになります。馬に乗ってるからガシャン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 歩くとなるんだよね。で、これ外伝、龍の血が持つ宿命、ミカミックスの子カンナが住む村が敵の襲撃を受けてしまう。その情報を得たミカミックスはカンナたちを守ろうと急ぎ村へ向かった。よし、これをやっていきましょう。今日は龍の血が持つ宿命、てか子供とかわかんねえし、こいつか。いい天気、今日は何して遊ぼうかな。森で果物を取ろうかな、それとも川で魚でも取ろうかな。でも今日はお父さんが来るから食べ物はいっぱいあった方がいいよね。よし、森で果物、川で魚、両方にしよう。何、自給自足なのこいつら。お、戦闘マップっぽい。お、謎の兵だ。何なの。確かにこいつなんで襲われてるんだ、そもそも。それがわからない。何、たくさん怖い人たちが来た。人かどうかすらわからんぞ。どうしよう、あたしどうすれば。でもこのまま隠れてたらみんなが、あたしがやらなきゃ。みんなって誰、村のみんなってこと。おお、やられてる。大丈夫か、カンナ大丈夫か。おお、待たせたな、カンナ。間に合ってよかった。お父さん、すまない。まさかこの秘境にまで敵が来るだなんて。大丈夫、怪我はないかい。うん、私は大丈夫。いや、さっきやられてただろう。よかった。あとは父さんに任せて、安全なところに隠れているんだ。はあ、無駄。おお、強い。天魔武者か。何、地上戦の方が不利だと思うのに。お父さん大丈夫だよ、何も心配はいらない。こいつらは全員僕が倒す。うっ、空からとは卑怯なり。やめて、お父さんをいじめないで。おわ、カンナダメだ、逃げるんだカンナ。逃げたりしない、ずっと待っていてやっと会えたんだもん。お父さんは私が守る、絶対に守る、絶対絶対守るんだ。お、サイヤ人としての血が目覚めたか。おお、竜になったカンナ、強い。しかも暴走している。大猿になった、大猿に。まさかカンナも。そうだな、まだ子供だから大猿になっても制御できないんだな。竜の血が目覚めたのかカンナ、僕を助けようとして。でも力を完全に制御できていない。このままではいずれ暴走してしまう。月だ、月を破壊するんだ。少しでも早く敵を倒さなければ。これで戦闘か。とりあえず誰でいこうかな。アクア入れる、サクラ入れる、フェリシアも入れる、モズメオロチ、サイラス、そう、ユーギリをねバサラにしたんですよ。弓がね使えなくなっちゃったのが痛いんだけど、しょうがない。匠は入れるだろう。アシュラも一応入れとくか。おぼろ、サイゾーどうするかな。おぼろだったらサイゾーの方がいいかな。やっぱ射程ね2あるのはでかいからな。サイゾーにして、もうクリムゾンとか弱いからな。これでいくか。ちょっと出撃人数が少ない気がするけど、まあいいや。戦闘開始。敵の全滅。結構敵いっぱいいるな。下に超いっぱいいるんだけど。マジかよこれ。聖天魔武者レベル14とかクソ高え。こいつレベル20じゃん。え？やばい、ちょっと勝てる気がしない。牽制レベル20って、うちだってレベル11だよこいつ。10 16、グレートナイトで11。まあそんなもんか。え、どうする、
左右に散ると結構危険そうだな。そうだな、待ち構える形でいこう。流脈があるの、流脈なんだ。堀の水を満たしたり干上がらせたりする。意味がわからん何の効果があるんだ。とりあえずじゃあここを一旦ちょっとみんなこっちに退却をして、ちょっと待ち戦法でいきましょう。こいつはちょっと真ん中だな。サイズはな、ちょっと待って、前線の兵がいないな。前線の兵がこいつか。お母さん、てかお母さんの話全く出なかったなお前完全にお母さん忘れ去られてるぞ。ちょっと流脈使ってみるか。ん、ここどうなんだ。ちょっといいや、使っちゃおう。トワーン。意味がわからん。まあいいや、とりあえず適当に、よし、ちょっとここで待ち作戦で。うわ、めっちゃ来るめっちゃ来る。子供は動かないんだな。こいつ死んだら終わりか。まあとりあえずしょうがない。こっから狙えるやつは狙っていこう。ん、これってかなり不利じゃない。ここ堀マイナス10だよ。モズメ、モズメ一応攻撃はできる。殺せるな。うーん、殺すか。オーラッオーラッっていうか、またそう、これになってた。小判を手に入れた。よく小判手に入れるな。戦闘はオンにしよう。で龍馬をここにやって、うーん、倒せるか。一発で39倒せるな。おーい、いい相手だった。で、あとこいつらだな、どうする。飛んできてるからな。サイラス手やり、勝てる勝てる。ほい、オッケー、裸。すまないな、さすがにレベルの上がりがいいな。いや、あと真ん中のこの青天魔武者を、タキトミーで攻撃して、超強い弓59とか、さすがな、特攻強えな。魔力は相変わらずゼロだなこいつ。であとまた弓か。そうすると弓誰だ。あ、アドベンチャラー射程さんがいるかんだ。倒せないのか、まさかの。え、なんだ、何かを食らった。魔法防御高い。そうするとここ大丈夫だよね。間違えた、ここか。よし、知らないよね、71% か。これ外れたらショック。危ねえ、許してください。久々にこいつ戦闘したな。いつも回復役なのに。龍馬をちょっと回復させるか。歌う、こいつを始末する。どうなんだ、こいつがどこまで来る。川っていうのがな、微妙だからな。ちょっとここに待機しよう。上から来たか。 39% 倒せる、倒せない。うお、来た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 、めっちゃ飛んできたよ。でもね、こいつはカモなんだよ、カモ。おい、どう戦う。そのまま戦う。ほら、勝った。いいね、匠無双の始まりだ。アクア、よしよしよし。ここはちょっと匠に任せるか。いけ、オッケー、よかった。すげえ、ガンガンレベル上がっていく。でもこいつもレベル15になるとちょっと
変えないといけないからな。でこの弓で7残るか。 65% ちょっと微妙だぞ。どうだ、いけるか。よし、これでこいつで攻撃すればここの部隊は殲滅できる。射程さんからいけるんで、しっかりしなよ。よーし、 OK。 ちょっとでも攻撃力は弱いよな。特攻で22って援護攻撃より弱いから、まあしょうがない。うーん、こいつどうだ。うわー、まあ、死ぬことはないな。45か。おお、いや、竜徳どうなんだ。何のアクションもない。ごつすぎだろこれ主人公。こうやって見るとお母さんに回復してもらおう。あ、しまった、夏祭りが足らん。大体やり忘れるよな。うん、今さらハートを見せつけられてもね。ここはちょっとおとなしく終了しよう。こいつらが来たか。一旦撤退しよう。で、こいつ射程2だろ。一応ちょっと射程2のやつをそこら辺に置いとくか。こいつは射程3。リュウマここに置くか。で、こんな感じでどうだ。おお、真っ当に来るね。この籠城作戦なかなかいいな。あんたは死なせへんよ。はっ、ほら、なにもぎめちゃんの攻撃がかかされた。こいついらない。どうしようか。援護するよ。おりゃ、やめるんだ。オッケー、さすがです。さすが愛のパワーだ。で、龍馬をここに置いて 71% か。うわー、かわされた。これは痛い、かなり痛いぞ。こっから攻撃をする。マジでよくてそらして。まあ20くらいだったらちょっとこれで壁になるか。 98% 大丈夫。さすがにこれ渡んだろう。 よく出るな。あ、そうそうそう、スキルでなんかあったな、なんか覚えたんだよな、よく出るスキルって。このあれ見れない、スキルの効果が見れない。まあいいか。そう、よく出るスキルなんですよこれ。あー、匠すげえ。そうだよ、こいつ風神弓持ってるから一定効果とか全く関係ねえし。どうってことないね。鬼だなこいつ。オーケーオーケー、だいぶ殲滅してきた。右側がまだ全然来てないな。ちょっとこれにしとくか。消えるか。 58% かわせるか。うおー、かわせなかったけど硬い。マジ強い硬キャラ。レベル17。よし、救出。どうしようかな。救出ぶっちゃけ使わねえかんな今んとこ。来たか。ちょっともう一ターンあれだな、様子を見るか。で、まあ、桜あたりで回復させとくか。匠今減ってた。あ、1減ってる、なぜか。54%。 すげえ、最強ペアだな。いい動きだ。よし、こいつもレベルアップした。龍馬17レベル。全然上がらなかった。視線与えるダメージ10、受けるダメージも10か。これはちょっとな、どうしようかな。待ち伏せ、待ち伏せ。いや、視線いらないな。ちょっと今死にそうだからな、10くらったら。
戦にもつけとこう。おお、まずはちょっと右の部隊もなんとか対処しないといけないから、サイラスでこいつら手やり。うーん、鋼の剣も微妙だな。どうする、匠を投入したいけど倒せないか。倒せないとなるときついな。え、援護攻撃ありでも倒せないのか。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。まず主人公ここに置いて、こいつぶっ倒すだろ。まず、おれん、痛い。だからなんでさ後に出るのこれ絶対仕組まれてるでしょう。でこいつで復活させて、できればもう一体沈めたい。射程に、お、こいつはあれか、ミニ兵か。ってことはここに行けば、一応反撃は食らわない。あ、出た、また。ほら、すまない。で、再造で攻撃しよう。倒せない、めっちゃやられんだけど。どういうことよこれ。てかなんで援護攻撃があっちになってんだ。こうだろう、倒せないか。一応サクラで回復させとこう。ちょっと待って、届かないんだけど。リブロを使うか。回復させてレベルアップ。力が今更上がった。で問題はこいつをどうするかだな。剣槍製か。ってことは射程2から狙えば全然大丈夫だな。これさ、援護キャラ選べないの。あ、選べる選べる選べるけど倒せない。待っていたぞ。こいつらの信頼度は低いからな。で、これで倒せんだろう。かかってこい。おい、力しても。ありがとう。で、こいつをここでやればぶっ倒せるな。サポートする。おー、流星来た。これ絶対倒せる。ほらほらほら、かっこいい流星。あと下のやつらか。右のやつらをどう排除するか。オロチで、うおー、やられる。こいつどうなんだ。65% か。相性が悪いからしょうがないな。いやー、いい弱くなったな。で、再造で倒す。いけるはずだ。大丈夫だよ、主人公との組み合わせなら。今だ。余計な真似を。いやいやいや、超経験値上がったし、余計な真似でも何でもない。匠はちょっとここら辺に置いとくか。モズメが全然役に立ってないな。こっから攻撃できる？できねえし。ん？なんでだ？3も離れてるからか。しょうがない。じゃあこれで一旦このターンは終了して。うおー、狙ってきたー。アクア狙われるとマジ厳しい。基本的に殺せるやつを狙ってくるからな。うお、ちょっと待って、お前前線に出て大丈夫か。危険な香りがするぞ。一旦ちょっとモズメちゃんでお前を撃つ。せいやレベルアップ。でいくつだ。11か。ガンガンいくぜ。でここどうしようかな。再造、一応反撃は食らわない。ユーギーがなー、なくなっちゃったかな弓が。でこいつどうしよう。下のやつらはちょっともう一旦引きつけるか。そうだな、
ペルシアでとりあえず、回復させ枠を。こいつもちょっと来るのを待つか。じゃあ一旦これで終了しましょう。待っていたぞ。やばい、20×2って相当強いぞ。危ないぞ。死んねえ。助かったよ。回避率かなり重要だな。回避できるかできないかでだいぶ変わる。サイラスの成長率がかなりいい。うわ、マジかよ。なんでホルモンって。見たかい、ウィリアム、あれが竜だよ。ねえ、見たよホルモン、あれが竜なんだね。ん、竜は大きいね。ほら、竜は強いね。ああ、竜はかっこいいね。なんなんだこいつら。竜は恐ろしいね。竜は神だね。そして神を捕まえてペットにする。僕たちは神を超えるよね。あ、ペットにしたいんだ。行こう、殺さないように優しくぶん殴るよ。二人がかりで抱えてお家に連れて帰ろう。なんだ、命は保証されてんじゃん。じゃあ、いやー、よかったよかった。てっきり命を狙われてるのかと思ったよ。こいつを倒すか。お前となら。ほい、終わりっと。117、さらば。オーケーオーケー、レベルが上がる。興奮しか上がらない。マジかよ、寂しすぎる。なんてことだ。倒せないかこれでも。どうだろうな、ちょっと一旦待つか。やまたサイズを下げて、ユービルちゃんも下げて、こいつはここだな。どう動いてくる、大丈夫か。 OK、 意外にサイダス強いからな。硬い、ほーら。何、こっちを狙ってきたか。あ、でもこいつ魔法防御高い。7しか食らわねえ。これも倒せはしないけど、まあ全然食らわないからな。 OKOK、はい、okay, okay、よしよし。あとはちょっとこいつらの経験値稼ぎになってもらうか。こいつはもう完全にいいだろう。ぶっ倒す。俺の子供に手を出すわ、許さん。俺とウィリアムの絆は永遠、たとえどちらかが死んでもエターナルなのか。言ってたお前。まあ、お望み通り死をくれてやる。勝負あった。ああ、ウィリアム。ホルモンの方を倒したか。ホルモン焼き。おお、月光。月光って何？敵の守備。魔法防御を半分として攻撃。これいいね。あ、これそう、白夜。スキル発動確率 10% アップって、これいいよね。これ、いらないかな？どうしようかな？竜盾。幸運かける 0.5%。隣接する味方が攻撃を受けた時に、ダメージ半減か。まあ、いいっちゃいいな。これは絶対使えるでしょ。高貴なる決闘外そっかな、経験値だし。よし、外そう。で、アクアでちょっともう一回、サイドをかけて、レベル29で、こいつでもう一回ぶん殴る。僕たち二人の愛の力でどんな相手もノックアウトさ。まあ、相方死んだけどね、残念ながら。月光、いいね。おお、鬼だ。おお、ホルモン。いや、ホルモン死んでるから。さてさてさて、アシュラで一旦ダメだな。アシュラで倒せるやつを倒すか。 OK、 死ぬのは怖いさ。で、レベルが12と。マジか、全然上がらなかった。オロチで倒すか。あとはこっちだな。大丈夫大丈夫、さらばだ。
レベルは上げとかないとね。8かよ、魔力が上がったから、まあよしとするか。で、匠をどうしようかな。左の方に派遣するか。ここに置いとこ、とりあえず。で、龍馬もちょっとこっちに派遣しよう。あとはこいつをどう倒すか。たまには剣を使おう。おりゃ、さようなら。ありがとう。あと右にいるやつか、お母さん派遣するか。お母さんと夕霧だな。ちょっとこいつが弱い。うわ、どんだけ出てくんだよ。射程2からいける。いやー、でこいつで仕留めると。どうしましょう。オッケー、快感ですわ。こいつちょっと元に戻したいな、早くレベルを上げて。タックにどうだ、倒せる、倒せない。マジか、龍馬ちょっと左下に派遣しよう。で、サイラスも派遣して、一応こいつを持ってくか。また、なんか突然どっかから敵が出てくるとかないだろうな。主人公はちょっと右下に備えるか、そうすると。で、しょうがない。匠でなんとかしよう。そこか。こいつ完全に回復役だな。ほら。ワンサカワンサカ出てくる。だが俺はやられん。恨まないでよ。この分散させたのがあだにならなきゃいいけどね。よし、ほらほら、いい相手だった。次サイラス死ぬマジか、これはかなりやばい。どうする、サイラスちょっとここら辺に置いとこう。来るか、なんか来そうだな。ちょっと防刃敷いとこう。なんとなくの防刃、一応夏祭り使っとくか、減ってるからな。ちょっとでも回復させた方がいいはずだ。で、あと右の部隊か、右下の部隊はほっとく。で、こいつらを、うおー、どうする、これでどう。43いけるな、勝手倒す。すまない、アクアは絶対届かない。アクアちょっとブーツ使おうかな、あの移動力が1上がるって 37% って。これはもう援護攻撃に期待するしかない。やめるんだ、しょうがないよね。レベル19、混合の一撃。何、なんかすげえいいのを手に入れたな。その戦闘で受ける物理ダメージマイナス10、これもいいな。どうしよう、こいつのスキルかなり良くなってきたぞ。地形ゼロの戦闘の時これ外すか、悩ましすぎる。でフェリシアちゃんでこっちを倒す。ほい、グッバイ。上出来です、ナイス。お母さん、お母さんは頑張って戦闘しているよ。どうだろうな、ちょっと微妙だな。改造もちょっと発見するか。もう2を出てこないか。 58% オッケー、流星負けられんからだ。
これも大丈夫だな、安全。痛いけど、しょうがない。だからさ、なんで2回目で出るんだよ。まあいいけど。ちょっと一発で倒せるし。これ反撃できないやつを燃やしてくれな。いったたたたたたた。よし、ちょっと桜で、ローマを回復させて。もう建物無理だな。攻撃ができない。で、龍馬でぶっ倒す。ぶっ倒せないし。まあ、しょうがない。レベルアップ。19。これもう、覚えないってことは、マスターしたんだな。56% か。これ厳しいな。ちょっと最初は。79。いいや。オーラ当然だ。すげえ経験者。ようやく4かこいつ。で、モズメどうだ、攻撃いけるか。うん、しょうがない。当たってくれよ。よし、サイラスどこまでいける。全然いけねえな。アクアは？アクアもダメだ。やっぱりアクアブーツ使おう。で、アシュラの攻撃で少し減らしとくか。当たるかどうかがちょっと微妙だけど、外れた。こいつだな。レベルを上げたい、ユーリーも。サポートするよ。おりゃ。オッケー。このなぎなたの長さだったらさ、射程2とかあってもおかしくないんじゃないの。チャキンチャキーン、ま、魔力プラス2いらない。あと2匹か出てくるの。よしよしよし、そうだな。どうだ、いった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 。うわー、こいつサイズ死ぬぞこれ。9の何だ、あ、死んだな。うわぁ、未熟だったか。そうだな。お前のレベルでは太刀打ちできない。気づいてきたよ、こっちも。どういうことだよ。じゃあできればちょっと龍馬と、匠は、こっちで派遣しよう。で、さくらもちょっと回復役でこっちに行くだろう。で、お前らでなんとかしろ、あとは。あ、これ入れねえんだ。こいつを倒すしかない。88、83。気を抜くでない。一安心だ。 OK。 よし、上がった。全く無意味な魔力。これで文字名攻撃すれば倒せねえのかよ結局。まあいいや、騎士の違いだ。おりゃ、顔されたし、挙句の果てにはなんてことだ。回復をさせるか。うおー、壊れちゃったよーと。で、こいつで歌って、射程さんならいけんじゃないか。倒せないの？どういう理由で？これなら倒せる。銀の歩み。それ。うおー、倒せた。マジか。超ショック。いってー。これは、これは痛い。マジかよ今の。これ敵にクリティカルが出るとかなりきついな。うう。夕霧を狙ってくるとは。うわ、何が出てくんのかよ。どんだけ出てくんのこれ。ちょっと匠、お前に任せるしかない。うわ、弓使いか。ってことは、そうだな、こういう感じでいった方がいいな。下から倒すか。
倒せはしないんだけど。よし。お、レベルが上がった。こいつもちょっと戦闘に加えるか。龍馬攻撃ができねえ。いけるっしょ。大丈夫。これ多分どっちか死ぬな。ありがとうございます。マジかよ今のは。龍馬がいなかったら倒せなかったところだ。どうする。こっちの3体きついな。いずれ下から出てきそうだしな。ちょっと一旦っていうか一旦撤退しよう。これは主人公に任せよう。まず待ち伏せ作戦に変える。僕は選んだ。主人公と龍馬隊でちょっと無双してもらうしかない。これ後のやつらはもう援護で、アクアで一旦ちょっと主人公を回復させて、誰か死ぬぞこれ。こいつか。21と9、どっちか稼ぐ。おっ、入った。せめて反撃してくれれば。で、離れたか。これは絶対無理。うお、祈りでも死んだか。桜がやられたか。回復薬がやられたのがでかい。これで終わってくれると信じたいな。敵の増援は匠を援護につければ。僕もいるよ。奥義頼んだ。ナイスで匠で攻撃すれば、かかってこい。倒せるはずだ。僕がやる。頼んだぞ。ナイスだ。僕だって強いんだ。よしよしよし。このマップでみんなだいぶ強くなったな。よし、めっちゃ上がった。指の達人いいね。なんか良さそうなものを手に入れたよ。回復しましょう。回復リブローしかない。もうリブローは秋祭り的なものか。そしたらちょっと分けようで、一旦退散したい。こいつなんで地形効果無効なんだ。意味が分からん。こいつ馬だから入れねえし、海のとこ。もう来た来た来た。あいつもどうする。ここは来れないな。ちょっと龍馬一体一体して、こいつは堀の中からできれば攻撃したい。で、オロチも射程に、こいつも射程にあるから、で主人公はここで壁になる。これでいこう。ちょっとチキン戦法でいくしかない。モジメちゃんが完成。よし。人になってるから。いた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 。まあいいや、大した痛手ではない。よし行くぜ。まずこれ倒す。援護ありでギリギリか。うまくいったね。で、こいつで攻撃する。ただけどしょうがない。援護してあげるよ。もう皆さん頼んだよ。待って待ってた。よしよしよし。うまいこと言ったみたいや。これでレベル12で回復させよう。フェルシアで。レベルアップ33で、龍馬はこっから狙うと。87%が2回か。当たってくれよ。あ、流星だ。どうしたなこれ。ほらほら、すまぬ、
オーケーオーケー、謝ることなど何もない。で、そうか、アドベンチャラーの人やられちゃったんだよ。こっから狙って 65% か。騎士の違いだ。どうなんだ俺も行く。で、主人公はこいつを攻撃すると、サポートする。結構くーわい勝負あったね重い馬が2人いるな。グレートナイトちょっとこっちやるか。壁役を変えよう全く同じ格好してんなこいつら見分けがつかん、ごつすぎる。ちょっと危なかったけど、まあなんとか乗り切ったか。22が2回、死ぬな。うおー胸ちゃ、殺せるやつを確実に殺してくるな。もう目回復。じゃあ最後こいつで決めるか。またこれでレベル15になってくれれば転職ができるな。転職が僕は選んだ。よし、ようやく終わった。レベル上がってくんねえし。いやこれ娘仲間なのか。はあはあ、お父さんお前はあんまり何もしてねえだろ。私どうしちゃったの。いや、サイヤ人として目覚めたんだよ、お前は。ガンナは、大猿になったんだ。え？大猿に？私は、ただ、お父さんを守りたくって、でも、私の力じゃ足りなくて、悲しくて、悔しい気持ちがいっぱいになったら、私、わけがわからなくなって、でも、おかしいね、竜になるなんて。いや。おかしいことなんてない。父さんの子供である証拠だ。父さんも、竜になれるんだ。カンナと同じ姿形の竜に。そうなんだ。いいかい。あの竜はすごく強い力を持っているんだ。だから竜の力を石に閉じ込めないといつか暴走してしまう。さっきアクアに頼んでカンナの竜の力を石に込めてもらったよ。これを肌身離さず持っているんだ。ありがとう。綺麗な石、これがあれば私もお父さんと一緒に外の世界で戦えるかな。すまない。それは無理だ。まだカンナは子供なんだよ。そうだよね。もう行かないと。また会いに来るよ。次はカンナの好きな果物もたくさん持ってくるからね。いい子だ。じゃあまたねカンナ。てんてんてん。お父さん、やっぱりやだ。カンナ、私お父さんと一緒に行きたいよ。竜の力も頑張ってうまくやるから。だからお願い。私もずっと待ってるのは嫌だ。次にいつ会えるのかなって、もしかしたら帰ってこないんじゃないかって、そう思いながら待つのはもう嫌だよ。カンナ、初めてだこの子がここまで言うのは。今までずっと我慢をさせていたんだね。カンナすまない。これから秘境のみんなに話すよ。カンナを連れて行くって。だからカンナもちゃんとお礼とさよならを言うんだ。本当？うん。こいつらさ、コロ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 考え変わるような一瞬でみんなただし怖い目にあってもお腹が空いても絶対に泣かないこと約束できる。それは連れてってくれるなら頑張る。よし。だったら今日から仲間だ。よろしくカンナ。うん。お、戦力が一人増えた。お父さん、ありがとう。これからは我慢しなくていいんだね。ずっと一緒にいていいんだね。私とっても嬉しいよ。てかさ、お母さんの話題マジ出てこねえな結局お母さん誰でもよかったのって感じなんだけど。というわけで、今回は外伝をやりましたので、また次回は25章ですね、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。